はい、どうも、譜面だよです。つむつむ速報ということで、セレボの情報が来ましたということで、その前にですね、昨日ちょっとこの2つの動画ね出たんですけど、あんま動画回ってなかったんで、ぜひ皆さん見てない方は見てください。スキチケの動画とですね、新つむを、予想しますんで、ぜひ見てくださいっていう、ちょっと告知とですね、あとはこれ下が、予想で、上が、今回来る、セレボの内容と、なっております。まあ予想で言うと、喜びが当たったって形ですね。やっぱ傾向的にはね、まあ間違ってないなっていうのはやっぱね思ってましたけれども、まあ今年入ってからの新ツムは来なかったですよというところと、まあ相変わらずティンクは来ないっすね。はい、何なんですかね、ティンク。新ツム絡みで来るのかなとは思ったんですけど、まあとりあえず、ピグレットチャーム、ブルーフェアリー、星の女神ブルーフェアリー、エージェントピー、ジェットパックエイリアン、バーニー、エンチャンテッドシンデレラ、ロゼッタ、クリストフ、喜び、ラフィキロ、ソックス、ティモシー。ソックスはあれか、あれか、金曜ロードショーか言ってたんですね。コメントで金曜ロードショーでっていうところで、いや、シーバーズは来ないけど、まあソックスあたり来んじゃないっていうのはね言ってたんですけども、まあおすすめはエージェントシブルですね。で、引くべきかで言うと、まあパッと見、まあ性能も強いのはいるんですけども、まあ三が日も近くなってきてますので、まあ基本は超ドスル案件ですという感じでございますよと。で、常駐ツムはティモシー、ロックス、ラフィキ、喜び、クリストフ。ここまでか。多分ここまでですね。っていう感じです。まあ、ただですね、明日、ガチャ前にですね、もう一度この新ツム、セレボのツム全部使ってですね、まあ、どういう感じの性能なのかっていうのも、詳細とか、復活の歴史をですね、またちょっと動画にしたいなと思ってますので、まあ、ちょっとそこもですね、参考にしてもらえたらなと思います。明日の午前中に出しますので、ガチャ前に出しますので、まあ、ちょっと今一度そこもね、確認してもらえたらなと思ってます。まあ、基本的にはするでいいと思います。はい。まあ、ただね、この復活歴見て、いや、これレアだなっていうのところとかも、まあ見れるかなと思いますので、まあそこもね、ちょっと参考にしてもらえたらなと思ってます。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。